はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、光点検ということで、なんかめちゃくちゃ需要増してるらしいんですよね。まあ、共闘ルームとかも光属性募集してます、みたいな。点検自発、光募集とか。まあ、今回は火だね。自発者募集、火、みたいな。まあ、火とか多いけど、でも結構光が、土ルミのみ光、みたいな。光属性を結構募集されてる方が多いような印象で、まあ、光どうすんだよみたいな、まあそんな感じのアビ共感が聞こえるらしいです。はい。まあ実際ね、シエテ剣も弱体化しちゃうと、光属性って装備の敷居とか結構上がりそうな気がするんだけど、まあ俺が意外と救世主になるんじゃねえかなっていう風に思ってるのが、これだね。シンメトリア。光はね、これ使うことになるのかなって感じがする。お安く仕上げるんだったら、このシンメトリアはギャチ優秀だね。やっぱり、シンメトリア防御覚醒って、HP が 55% っていう、まあ、シエテ剣と同じように、体力とかも漏れるし、まあ、あとやっぱ、ギレン付きなのでかいっすね。光は、ギレンが欲しいです。なんでかっていうと、コスモスのニアビだね。コスモスのニアビと主人公の奥義が200万出るかどうかって結構大事な要素なんですよ。このブラストイレースと主人公の奥義が200万出ることによって200万運ヒットの回数を稼ぐ。みたいな編成だな。みたいな動きだな。はい。ってことで、まあ、ギレンっていう要素自体はすごい重要だと思ってるんだけど、シンメトリアはね、まあ、ギレン、まあ、ショーとはいえね、ギレンがついてて、剣士も台ついてるんで、うん。まあ、この、リンネの代わりになってくれるんじゃないかなっていうようなところです。はい。で、まあ、それ以外で少し、まあ、考えたのが、まあ、やっぱランセットは無凸でも入れてもいいかなっていう感じ。うん。まあ、ティコの武器なんで、まあ、サプチ系で取ってもいいし、キャラクターのティコと一緒にね。まあ、無凸でも突っ込んでも、まあ、治癒大が結構幸せになれがちなので、うん。あと、真意も宙ついてるし、おすすめだな。まあ、もちろん4凸したら剣士つくのもでかいんだけど、まあ、今回剣士はね、シンメトリアで稼げてるし、まあ、別になくてもどうにかなるかなってところで、今回は無凸で運用してみよう。で、まあ、ここのホルアクティに関しても、まあ、もっといい武器はあるんだけど、まあ、今回は防御ホルアクティ。少し無課金武器とかで安めに仕上げたっていうようなところですね。うん。で、まあ、今回フレンド国麒麟で採用していくことになるんですが、まあ、HP として見てみてもね、かなり高めに、オールウェイズ高めなジローを提供してくれるって感じで、よいしょ。スキル効果量としては、HP が 359%。かなり高いよね。HP10 万。で、プラス剣手がついてるから、うん。まあ、防御覚醒3本、4本ついてることもあって、まあ、基礎防御力自体もかなり高いし、まあ、剣士もついてるしっていうような感じかな。まあ、お金がある人だったら、移行の激鱗をバカスカ増やしたりして、まあ、どんどん耐久力持ってくんだけど、うん。まあ、そんなにね、お金ある人ばっかじゃないので、ま、やっぱ防御ホルアクティを活かしたりとか、まあ、あと防御シンメトリアを活かしたりする構えは光で動くんだったら、まあ、考えていくことになるかなっていうようなところですかね。はい。で、まあ、俺一応光のドラポンできてるんで、まあ、この、今、バハムートソード入れてんだけど、まあ、このバハムートソード枠は、俺の場合は、ドラポン入れてるっていう感じだね。うん。まあ、今回はちょっとドラポンなしで触ってみようかなっていうようなところです。はい。それじゃあ早速行ってみましょうか。まあ、野良をちょっとね、野良どうも、ミザと申します。ミザと申します。ミザと申します。光で入れます。いいんですか？僕は光ですよ。いいんですか？僕は光ですよ。意外と光募集ないぞ。お？そんなに、そんなに、俺な、そんなになんかあれか？光いらない感じか？うん、この、ま、テキストがさ、前が長いとさ、何募集してんのかわかんないよね。これ、これあるあるだよな。点検、最初に何属性が欲しいのかをまとめて書いといてほしい。この、ミザくんの気持ち。自発募集、水。おら、任せろ！おー！おら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 。入れてくれー！頑張るよー！入れてくれー！グランブルーファンタジーのコツなんだけど、ここをね、ビッグにすることによって、ちょうど、クリックのボタンが、ここに行くんですよね。だから、もし、グラブルの救援入りたいときは、こうやって、おいしょ。ここの、クリックしたときに、押しやすいポジションにするための、グラブルの画面をでかくするっていう、スパイランキー！
ですよね。対戦よろしくお願いします。で、こちらの方、最初風火ですね。まあいろいろ軸あるんですけど、いろいろ軸があるんだけど、俺やっぱりね、この軸が使いやすいなーって感じましたね。このセレフィラを入れた軸、はい、セレフィラを入れた軸はやっぱり安定感があるね。まあ落ちる要素があるのが、ユニしかいないんで、そう、落ちる要素あるのユニしかいないから、そういう意味でね、かなり幸せというか。落ちろー。もうバフが消える前にね、よいしょ、こうやってガード進行してセレフィラをぴゃぴゃっと落としていく。ズボンズボンズボン、全然落ちねえな。おい、まあちょっと、まあしばらくしたら落ちるでしょうってことで、少しここで待つか。いやでもやっぱ片面召喚石だとね、こうやりま、で2000万バフが、バフ剥がし早っ、味方強っ。こうやった時のダメージが少し足りないなって感じがしますね。奥義5回もしくは、おい、奥義5回もしくは、よいしょ。奥義5回もしくは、なんだっけ。奥義5回もしくは攻撃回数か。いや、ちょっと攻撃回数が来るとだるいな。ここ、奥義ゲージを少し溜めておく必要ありけり。はい、ここ、奥義オフで通常攻撃をバチコンぶちかましていく。で、ここで、リバイタライズで、おい。リバイタライズでなんかゲージとか稼ぎながら5ヒット。1、2、3、4回、足りませんね。なので、ここは、よいしょ。いや、ここでブラストイレースで200万が出るかどうか大事なんで、やっぱね、シンメトリアでギレンを稼がないと少しやっぱパワー足りないので、気を心していく必要がある可能性があります。さあ2ヒットで、主人公の奥義ダメがアビ上限ついてる時に出てくる追加ダメージも200万出したいんだけど、160万しか出てなくて、クーサークーサー。さあ奥義5回ですね。奥義5回なんてものが私にできるわけないので、ちょっと待ってね、頭使わして、いや、できるね。奥義5回なんてものも、私、できて、あ、これ水土ですね。ゆっくりやってよさそう。ニアビを、主人公につけることで、どうにかできてしまうんよ。これで1ヤビ、1ヤビ。で、奥義を1回打つだけでどうにかなってしまう。ありがとうございます。感謝。感謝感謝。またいっぱい食べたいな。で、これで、奥義打つだけなんで、まずバフ剥がし見えて、なんか味方が強え！あのね、あ、そうだ、ちなみに、今 HP80% 時の特殊技飛んでくるんだけど、ここのモードチェンジ前に、この奥義何回とか、トリプルアタック攻撃回数運回とかの状態で待機して、モードチェンジさせた方がいいっすね。なんでかっていうと、そうすることによって、ここのさ、最終的なレベル？ここのレベルに応じて一部特殊行動がうんちょろこんちょろってやつあるじゃないですか。そのうんちょろこんちょろが下がりやすい気がする。なので、行くしかない。なのでね、モードチェンジ前は、なんか少しちょっと考えておくと幸せになれるかもって思ってますね。で、ちょっと待ってね。頭使ってないから。喋りにリソース割いてる場合ちゃうでーって感じなんですけど、ここで解除して強制的に、ここから俺がやらなきゃいけないところは、俺がやらなきゃいけないの3回攻撃4回、3回攻撃4回は、頭が良ければできるのが、できないもんは仕方がないので、ガード、ガード、2000万ダメージ。いや、もうこれはちょっと厳しいですが。いや、俺絶対にやらなきゃいけないことがあって、それが何かっていうと、ちょっと待ってね。絶対にやらなきゃいけないことがあって、それが、ユニの、よいしょ。1800万出るよね？ユニの、愛し子の願いを7以上にして 50% 踏まないと、なんか、逆立ちしても解除できないんで、とりあえずちょっとユニの愛し子の願いレベルを少し大事にしてるんですけど。奥義ダメージ全然終わってない。オッケー、ちょっと待って。すぐ行くから。
少しだけ、待って。少しだけ、少しだけ、少しだけ、待って。弱体10回。オッケー。弱体10回なんていうものは、まあ、解除できないやつはね、あ、まあ、解除できっけどな。やるか。ちょっと待って、ごめん。ごめん、ちょっと待ってね。ごめん、ちょっと待ってくださいね。すぐやるんで。すぐやるんで待ってくださいね。弱体5回も、ちょっと待ってくださいね。すぐやるんでね。弱い光属性がいるとちょっとなんか大変らしいっすよ。天元は。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ここ通常攻撃でね。これでブラストイデスが出るんで。これで解除させてね。ちょっと待ってね。すぐ行くからね。はい、2000万なる。すぐ、本当にごめん。ちょっと待って。本当に申し訳ないと思ってる。行くわよ。これで、終わったわ。すいません。お待たせしました。で、50% 行くんだけど、よいしょ。ユニの HP ちょっと低いとね、怖いっちゃ怖いので、まあ、オルポとか使えるんだったら使ってもここも悪くないですね。さあ、50% なんだけど、まあ、ガイゼンのニアビとかはね、使えるとき使っちゃいましょう。で、奥義パチコーン。で、ここで200万ダメ15ヒットのために、俺は今まで、武器を研いでいた。はい。愛し子の願いを貯めていて、一ヤビ2回で、よいしょ。バチコンですわなぁ。バチコンですわなぁ。よし。これで3ヒットなので余裕のよっちゃんと。で、ゼウス召喚をしていくんじゃぞ。そんなにむずくないんですけどね。光属性の天元って。なんか俺は火属性と闇属性の方が大変そうに見えてるんですけど。なんか結構光って敬遠されてるイメージがあるな。3アビ残り8ターン。1、2、ごめん、ちょっと、考えてる場合じゃねえ。アビリティポチンねえと。ごめん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。1、2、3、4、5と。すいませんね。ちょっと待ってくださいね。すぐ行きますからね。ちょっとキュアポ使わしてね。怖いからね。これで解除して、レベル下げて、フルガードして、すいませんね。遅れちゃってね。はい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 。お待たせしましてね。はい。これで、ゴッドガーディングブローディア。パキーンからの、あ、バフがついたんで、突撃かましまして、いきますよ。お待たせしちゃいましてね。こうやって、本当にもう。多神人使いましてと、なんか、これでバリアを張りまして、ヤチまでバリアを張りまして、突撃ぶっかましていく。さらにここから一ヤビぶっかまして、さてさてさて、奥義あと14回だね。一ヤビも打って、打てるアビリティ全部打っていく。ここね、いや悩むわ。どうせまたハイスタンプが来て、なんか光属性遅くねってなるんだろうな。でもさ、ここでダメージ出せるかどうかって俺結構大事な気がするんだけど、ここのダメージやるとさ、要するに 15% がさ、早くなるわけやん。って考えると、ここら辺はちょっとなんか、多少遅くなったとしても、アビリティポチ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 ってしてあげた方が、な俺は幸せになるような気はするんだけど、遅くてすいません。誠にすいまめん。これでバリアを張って、突撃ぶっかましていく。ちょっと待ってくださいね。すぐ行きますから。はい、これ一アビ打ったらもう行きますからね。ちょっと待ってください。はい、やめて。はい、やめて。なんか、ちょっと、なんか、気遅れしちゃうから、はい、お待たせしました。これで特殊技が飛んでくる。40ヒットですね。40ヒットは余裕のよっちゃんなんじゃないの。ね、ディスペル、どうしよう、悩むなこれ。プレイアップオンザスター、これで40ヒットいけるんだったら幸せなんだけど、怖いな。スイープデトネーション一発ぶっかましとくか。これで34ヒット。追撃もついてるし、34ヒット余裕のよっちゃんだと思うんですけどね。ちょ、ルシフェルくれよ。なんでルシフェル落ちてるのに、ルシフェルが高速で拾われていくせいで、俺のルシフェルがどこにあるかわからないよ。てい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 。さすがにいけるって。プレイアップオンザスター。34ヒット解除。解除できなかったら外前にやびきって、なんか気合でぶち抜いてて大丈夫。で、ここなんだけど、悩みますね。まあでも、ここは2500万ダメージ、ディスペル3回、ディスペル3回、
ヒット数の3つじゃないですか。ってことは考えると、ここ、コスモスの奥義が出たら、ディスペル2回出るんですよ。で、主人公の1アビが、ターン1なので、ディスペル3回は、ここ奥義オンでも解除できるわけですよね。ということは、ここは殴っても問題ないんですよ。うん。ここでディスペル3回が来た場合は、1アビを切るだけでどうにかなるし、40ヒットは、まあ、ここ、気合でどうにかするし、うん。まあ、そんな感じでね、なんか、算数をしながら行きましょう。さあ、これで、無属性ダメージはこうやってヒットをさせながら、23ヒット、ここ通常攻撃1ターン動いといて、15% のところとか、食らって、あ、OK。15% 踏んでますね。っていうことは、この状態は、フルガードで OK。結構安定してない？ダメージ出てねえけど。いや、でも、やる気はあるんです。任せてください。15%から火力を出せるやつがあんまりいないらしいんですよね。任せろ。俺が出してやるよ。ここからフェイタルチェーンぶっかましたんで。いや、ここは一度待て。うん。ここ一度待て。ここはゼウス召喚しといて。いや、ここで奥義打っていいのかな ?1400 万出ねえんじゃないか？アビリティ2回だろ ?1、2、3。1、2、3か。まあ、いや、いけるな。よし、行こう。ここはダメージを重要視していくスタイル。ダメージを重要視しました。さあ、ここで2000万奥義ダメージなんだけど、ここで俺がやるべきことは、1アビ、多神人、なんか3アビ。これで、5回なんで、あと1回アビリティ打てんのか。よいしょ。あと1回アビリティ打てるな。何打とうかな。奥義ダメージ。いやー、打ちたくねえけど。まあ、でももう、打たなきゃな。よし。レッツゴー！ 1400 万奥義ダメージだってね、出せちゃうんですよ。400万ダメージからの ?400 万ダメージからの ?306、出ねえんじゃねえか、これ。みんなは甘えないようにしようね。みんなは甘えないようにしよう。こうやって甘えてしまった結果、1400万どうせ出るやろ、わらみたいな感じで、なんか適当に進行してしまった結果、15% の削りが多少甘くなってしまうという悲しみを背負ってしまうことになりかけないんで、はい。まあ、ダメージを出せばいいらしいので、ダメージ頑張りましょう。ほら。ほらほらほら。あ、終わった。味方強すんぎ、わろたはい、ということでね。まあちょっと、まあでも、これぐらいは動いてほしいかもね。まあちょっとね、40% 消えた瞬間に、なんか、俺はもう関係ないですよ、みたいなムーブメントをしてしまうと、ちょっと失敗率増しちゃうんで、それ以降も少し動けるように、かつ、なんか道中も頑張れるようにしておくと幸せなんじゃないかなと思います。今回はちょっと味方があまりにも強すぎて、なんか、お前ゴミみたいな感じに正直なっちゃったけど、でもまあこれは結構動けますよ。今後やっぱシンメトリアがメジャーになるかな。なんか光属性の武器お休め編成みたいな動き方を組む上では、うん、シンメトリアが大事になるんじゃないかなってことで、まあそういう動画でした。はい。まあ、ブラストイレース、コスモスの2アビ200万とか、まあ主人公の奥義200万とか出ると、世界が変わってくるんで、はい。まあ、ギレン系、アビダメ上限は特に、意識しておくといいんじゃないかなって思ってまーす。はい。まあ、他に光属性のコツあったら、有識者、コメント欄に書いてて。ほら！またお会いしましょう。じゃあね！バイバイ。